こんばんは。皆さんこんばんは。ちょっとこの首のやつ緩くなって、よいしょ。本日はですね、女湯話し会ね。ハロウィーン、もうすぐハロウィーン。10月のお話し会がそれしかないっていうのもあるんですけど、ヴァンパイアをしたんですけど今日はそのまんまでございます。よっこしょ。オッケー。うん、安定度の下がりしぐるーとイコールキワイさん、カバありがとう。クマもありがとう。クマ。バンパイア。皆さんの強すぎに来ました。今夜は。今夜は皆さんの強すぎに配信しています。今日は久しぶりにツイッターにシェアしよう。バンパイアだから。特別ひなパイヤ、ひなパイヤ、ひなパイヤ。ち、ひなパイヤ降臨。よし、ツイートしたー本当は夜の部からね、キズメイクしたんだけどね、あのね、キズメイクしてたらね、夜さんこの後撮影したいのがあるんでーって言われて、あのキズメイク取られちゃいました。ピエン、あ、チーズアレに来ました。いらっしゃいなさい。いらっしゃいなさい。いらっしゃいませ。美味しそうな血ですね。そうなんですよ。なので、キズメイク本格バージョンを見れたのは、最後に来た分の人だけになってしまいましたね。ちゃんのいただけませんか。もちろんいただけませんよ。私はヴァンパイアなので血を吸う側ですから、される側にはちょっとならないですね。血を吸われるってどんな感覚なんだろう。あれと一緒かな。注射で血吸われるのと一緒かな。めっちゃ痛いじゃん。悲しい。泣いちゃう日のあれされると痛くって泣いちゃう。採血、採血、採血痛くて泣いちゃうの、ひなちゃん。ボロボロ涙が。ね、でもチューって取られてるって感じするよね。血が、血が欲しい、血が欲しいぜ。
あの歯はどうしてたの？あの歯はね、あのね、写真だけに使いましたので、そう、明日載せます。明日載せるね。うん、服しっかり見たい。服はですね、なんかこれマントを羽織るタイプになってまして、ここでね、うんと、ここでキュッてなってるんですよ。でワンピースです。持ち上がるまではめんどくさいのでしませんが、はい、なんとなくわかるでしょう。明日全身写真載せるので、うんうん、そうなんですよ。色味がすごくヴァンパイアって感じですよね。赤と黒、ヒマパイヤー使う。うん、地雷メイクが買うよ。買うよでしょ。そう、昨日みんなでね、あのみんなで配信してる時に、ね、こうしてこうしたらいいかって言った通りに言ったよ。そう、赤い、でもキラキラ可愛いの。キラキラ星いるんだ。わかんないけどね。キラキラ、うん、うんうん、昨日より綺麗にできてる。あったりないじゃん。昨日のは練習ですから、あのメイクした上にメイクしてましたから、今日はバッチリバッチリヴァンパイア。そう、でも地雷系も確かにこういう赤い目ですよね。地雷系の服を着ても合うかもしれない。そう、そして今日の髪型はハーフアップにしました。ここのね、襟がね、なんかこうくるからさ、あんまり髪の毛がもほってなっちゃいそう。ということで、ハーフツインかハーフアップで悩んで、ハーフアップにしました。赤似合うーって、嬉しい。赤いメイクとかこういう時でしかしないけど。そうなのよ、ツインテールでも似合うかな。ハーフツインテール、あれ、ゴム厚めたか。よいしょー、そのバッグの中にゴムがあるはずだよ。せっかくショールームやってるか、違うヘアアレンジのひなちゃんのお見せしようか。特別ですよ。よいしょ、もう、まいか、よいしょよいしょ。ちなみにハーブツインを作るの結構苦手なんですよね。ライブの時はあのメイクさんが言ってくれるので、ひなちゃんハーフツイン似合っちゃうのでよくやるんですけど、本当に自己肯定感とか。よいしょ、ニンニク食らえってされてる。食らわないよ、絵文字だけじゃ食らわないよ。実際に
に会いに来たらね。よいしょ。こんな感じでいいか。よいしょよいしょ。普段もそのメイクしてほしい。本当？仲がいい？そんなに仲がいいのかよ。あ、やばい、ハーフアップの跡ついてる。解いたらいけるか。私は直毛だからな、意外と解いたらいけたりするんだよな。するよ。よいしょ。ちょっと湯焦げの量が違う。ここいらない。このぐらいか。この持っていく量が違ったりするんだよね。懐かしいのよ。あ、でも別にショールームだし、こだわらずやっちゃうよ。よいしょよいしょ。よいしょ。ちょっと待ってね。こんぐらい。適当ファイヤー。適当ハーフツインファイヤー。感覚でいくぜ。やべやべ、ハムアップしてた後がついたわ。解いて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 ませて。よいしょよいしょよいしょ。あ、すごいついてる。いけるのか。よし、何していいよ。ああ、よいしょ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 。ハーフツインバージョンな。どうだ。この子が。なあ。あ、普通にしてた。似合ってるか？似合ってるか？強さされたいか？強さされたくなったかい？ちょっとやっぱ可愛くなっちゃう。ハーフにしたら大人っぽくはならないね。可愛くなっちゃった。座れたくなりました。やったぜ、血大量ゲット。そう、シブハロにいそう。シブハロ略してみた。 JQ っぽい。シブハロにいそうなんだけど、やばかわいいけど強そう。ほんと？強そう感ちゃんと出てる。パパイヤだからね、強いよ。ひなちゃん人間の君よりも強いよ。
パイヤ。そうです。夜は無敵。夜無敵になるか。朝は弱いけど、朝と昼は動けないけど、缶分けで眠ってる。ウィンクして。ちー、そうしてくれるならいいよ。こんばんは。あら、初見さんも。ちー、そうしてくれるなら入ってもいいよ、このルームに。賢者募集中。ハッシュタグ賢者募集中。好き？本当？嬉しいな。初ヴァンパイアだよ。十字架見せちゃうぞ。それはかなりの脅しだな。私に対するかなりの脅しですね。十字架見せられる前に全部血吸わないと。うんうん。あ、得たかな。あ、違ったか。ニンニク、ニンニク、なんでニンニク苦手なんだろう。パイパイヤなんでなんだろうか。知ってる、みんな。キノパイヤはそんなにニンニク苦手じゃないけどとか言って。辛いからな。ね、謎だよね。なんか十字架とかはさ、そういうあれだ、神のなんちゃらみたいな。臭いかな。匂いが嫌いなのかな。キナちゃんかわいい。ニンニクにやられた。キナちゃんやられたばっかり。私もヴァンパイアかも。ヴァンパイア伏線。うんうん。そう、この前ユニリンの YouTube のニンニクのやつので、いっぱいニンニク食べたら次の日めっちゃお腹痛くなった。死ぬ。そう、食べ過ぎたよ。でも本当に本当にね、信じられん量食べとる。その日、日のもう、その日はニンニクチューブを2本ぐらい吸ったかもってぐらい食べてる、ニンニク。さん、タコありがとう。タコ、ここに血つける、昨日みたいに。結局血つけなかったんだよね。
そう、夜の部でも傷メイクはしたけど、しまつけなかったな。あっちにアイシャドウあるな。耳もつけなかった。ここに耳置いてある。みんながバカにするけどね、耳つけんかった。昨日の配信でみんながバカにしてきて、こうやってつけた。そう。伝説の耳。これは伝説の耳です。アイシャドウはですね、こちらズンシンさんのですね、こちらはですねハートの女王のアイシャドウパレットになっております。これはですね、なんとキラキラがですね落ちてくるんですよ、ハートの。あ、見てください、ハートです、キラキラ。首を跳ねるの女王様でございます。これですね、あ、配信的にこっちにつけた方が良かったですね。口につけましょうか、こうやって、アート作品、本日のアート作品の時間がやってきました。ぼかしまくって、バンバイヤ。もうちょっとリアルな色にしたい。あ、すごい、ここの手が染みたいな色になってあ、バンされちゃう。あまり乾くしたら違いますよ、シャルメさん、これアート作品なんです。私の今宵のアート作品ですから、可愛いとバンされてるとかある？ないよね、大丈夫。シッ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 シっていう感じでこちらに後付けさせていただいております。よし、こうだな、完成。さあ、吸気スープが増したじゃないですか。吸気スープってなんだ、吸気スープが増したんじゃないでしょうか。ちゃんです。セルリ。おいしい血を飲んだ。私はおいしい血を飲んだんだ。
狂気的狂気的ひなちゃん、5万円つ美味しかった狂気的なさ、トマトジュース、トマトジュースそう、トマトジュースを飲んだの私、血なんて吸ってないわ、トマトジュースなんだ、そうよ、トマトジュース苦手じゃなかったっけ、そうよ、私トマトジュース苦手だけど、トマトジュース飲んだらいいよ、視聴者の中にヴァンパイアハンターいませんか、あら、ヴァンパイアハンターに来てしまわれたら困っちゃうわ、そう、ゆうちゃんがヴァンパイアのことはこの配信を見てるひなとみんなの秘密ですからね、秘密を破ってしまったらどうなるか分かってますよね。ヴァンパイアって悪い人、悪い人だよ。ヴァンパイアはね。よく聞く話だとね、顔がいいらしいですよ、顔がとってもよくて騙されて血を吸われて殺されちゃうみたいですとっても悪い人、私今日は悪い人の仮装なんですよ、ひなちゃんならいいかもしれんそれ本当にひなちゃんがヴァンパイアだったら言っちゃってますね、うん、あ、ひなちゃんになら騙されたいダメですよ皆さん、血全部吸われちゃいますよ、うん、顔が良くなるかヴァンパイアになるの確かに、やんちゃんの眷属になれば顔が良くなりますね皆さん、そう、いや色白のところもヴァンパイアっぽい、やばいやばい、ひながヴァンパイアなことがバレちゃう、私の肌が白いのは朝昼外に出れないからじゃないですよちゃんと出てるんですけど新種イベント申し込んだんですけど、それでも座れそこでも座れるんですか、そうですね、その時はな
ちゃんと人間の時のひなちゃんに会えると思います。今のちょっとヴァンパイアのひなちゃんなんですけど。吸引力はダイソン並みですか？吸引力はそうですね。まあでもやっぱり味わって吸いますかね。ヴァンパイアっぽい今のセリフ。こんな可愛いヴァンパイアいたら恋しちゃう。そしたら眷属になっちゃいますね。キーも。やちゃんね、血全部捧げられる。あら。私は血に困りませんね。一人ずつ順番に吸っていったら私は血に困りません。一生生きていけますね。でもヴァンパイアはあれか、寿命がないのか。でも寿命がないのは嫌だな私。寂しいもん。赤いカラコンしないと。そう、赤いカラコンもね入れるか悩んだんですけど、やめましたよ。うん、怖くかもしれないと思ってやめました。最近はアプリでもカラコン入れることができるので、そこにちょっと試しに入れてみようかなって今考えてます。なのでそう、爪を長くしませんでした。爪長いと私生活に支障が出るのやめてます。家庭的ヴァンパイア。ヴァンパイアさんの弱点はありますか？ヴァンパイアさんはですね、でもやっぱ日光は苦手かもしれませんね。そうなんですよ、私だいたい夜に動きます。日が落ちる頃に動き始めるタイプの人間です。そう、たまにお昼とかに動くんですけど、だいたい夜に動きます。そう、なので日光が苦手なのは本当ですね。うん、あと何が苦手だ。あ、でも日の太陽さんトマトは苦手ですよ。夜行性ですか？すごく夜行性なんですよ。もうめっちゃ夜行性。そう、十字架は苦手ですか？十字架はですね、私幼稚園キリスト系の幼稚園に通っていて、もうしっかり十字架に触れてきております。はい、
マリア様とイエス様に捧げていましたのでこんな感じの身なりをしてたら怒られちゃいますかねそうなんですよ、体勢できてる、確かにそこで体勢ができているので、ヴァンパイアはヒノちゃんは無敵かもしれません。うん、日の光以外は十字架体勢あり、幼い頃の協力により十字架体勢あり、そうなんですよ。行ってたので教会に行ってたこの身なりで教会に行ってたの面白い今こんな感じですけど、教会に行ってましたので、ろうそく持ってろうそく持って教会に行ってたので、はい そう、なのでちょっと十字架に関しては無敵ですよ私教会に通うヴァンパイア教会に通ってましたそう、レアパイアです私ヒノパイア、レアパイア、そう、つまり無敵ニンニクも、そう、ニンニクもそんな効かないので、そう、ちょっとよそっとじゃ大丈夫なので、うんそうなんですよ。血以外の鉱物を教えてください。血以外の鉱物ですか、いちごですね。私がだから飲んでいるのはですね、トマトジュースに見せかけていちごジュースを飲んでおりますそうなんですよ、でもみんなにトマトジュースに間違われちゃってるんですよね、おかしいな。いつもいちごジュースを本当は飲んでますにて異なるもの確かに似て異なってますねそう、相棒のうさぎさんは、あ、相棒のうさぎさんはですね、あの、いつも私に美味しい血をくれそうな人間を見つけてきてくれます可愛いヴァンパイア可愛いヴァンパイアでしょ、相棒うさぎさんトマトジュースじゃなくいちごジュースを飲む、かなり可愛いヴァンパイアさんですねヒノパイア、お城住み、そうですね、ヒノパイアはお城に住んでます、洋館に住んでますね洋館に住んでおります。眷属がたくさんいるので、いつも眷属にお世話をさせてあげておりますそうですよ、皆さんのお世話ができるなんて光栄だって気持ちで皆さんやってくれますからね。
今はね、あ、木をね生やすことはできるんですけれども、でもそんな木がとか生えたらますますヴァンパイアになっちゃって、ひなちゃん本物のヴァンパイアだってバレちゃうので生やさないでおきますね。秘密ですか。金属とオンラインで配信やり取りしてて、で本当ですか最新。そうですね、今の技術をね使ってますからね。今日は金属たちとお話をしてきました。そう、今時でしょ、金属会議。今日は金属会議をやってきましたから。皆さん今日似合ってるだの、可愛いだの、セクシーだの言ってきておりましたけど、もう完全に眷属ですね。皆さん操られてますよ、ひなちゃんに。あ、おばちゃんカバありがとう。どこ、お猿もありがとう。うん、うん、妹も強すったり。妹はヴァンパイアなのでお互い吸いに行ってますね。すいませんよ、同じ同族同士では。猿に来ました、カパ。同族同士ですとうまくいくと強化されるらしいよ。あら、ヴァンパイアさんがコメントしてくれたみたいで。そうなんですね。でもやらないでおきます、なぜそうなので。家族の血は、やつぶさん、あら、コウモリありがとう。コウモリになれるんですよ私。ヒノタイヤですね、そのコウモリちゃん。このさっきのギフトのコウモリちゃんは、あのキラがコウモリになった時の姿です。撮影しに行きました。うん、あ、出たの、世界中からペカゲーさんもコウモリちゃんありがとう。そうで、撮影しに行きました、コウモリの姿で。そう、ギフト撮影があるんでって言われて撮りましたね、それは。なんで、あの街中にピンクのコウモリが飛んでたら、それひなパン屋さんですね。そう、夜見つけたら教えてください。
自家製機食料調達そう、目立つよ、目立ちまくりながら空を飛んでます。うん、まあでもパタパタ飛ぶの早いのでね、バレないですよ。今日ずっとバンパイアキャラになってしまった配信、いつ終わろうかと考えてたんですけど、ずっとバンパイアになっちゃいました。そうなんですよ、私はずっとバンパイアなんだ。本当にバンパイアな気がしてきた。最後にスクショタイム、何のポーズしてほしいんだろう、みんな。こんな感じかしら、かわいい。満足か？眷属のみんな満足したか？バンパイアヒナちゃんが見れるのは今宵で最後かもしれないからな。うん、取りまくったか？ならよし。可愛いだけだった。怖いだろ、どう考えても。おいおいおい、怖いだろうが、どう考えても。ひまばやさんはこんなに血を流してるんだぞ、可愛いだろうか。またいつかいないです。眷属たちがこれからもヨちゃんの言うことをしっかり聞いてくれたらいいだろう。噛んでください。カプカプ。おいしい。開けて寝ます。コウモリが入れるぐらいの窓を開けて寝るんだぞ。うん、悪くない。おもろいな。毎朝お腹空いてきちゃった。
まああと寝るだけだから食べないんだけれど、そう、また明日食べよう。また明日血を吸いに行くか。やっぱりな、吸われた人も多いし、岩パン屋さん最近ちょっと呪われてるみたいな話したじゃないか。その今日の夜、今日の夜、昨日の夜、どっちだ、今日の夜でいいのか、今日の夜の、今日の夜じゃないな、昨日の夜か、昨日の夜の、そう、悲しい割りがその前の日にあったって言ったじゃないか。今日の夜も普通に悪夢を見て起きたんだよ。もう完全に取り憑かれてるよ。そう、ひなパン屋さん完全に取り憑かれてるよ。今日も悪夢だよきっと。お祓いしないとまずいぞ本当に。うん、感想は言わなかったけど確実に悪夢を見て起きてしまったんだよ。そう、まあでもちょっと早く起きて、あ夢だったかと思って二度寝したんだけど、全然怖さよりも二度寝の眠たいの方が勝っちゃう、そんな人なのよ私。普通に二度寝しちゃったけど、それでさ、このひなちゃんの監視会にあったとかいう話とかをね、ママピオが働いてるところの人に言ったんだって、お話ししたんだって。そしたらね、なんかこう置いてたんだって、荷物を置いてたら、その荷物がパーンって倒れ、なんか倒れた、なんかそう下に落ちてしまって、それでその話してた仕事場の人がすごいびっくりしてたし、わーそうびっくりしたらしいね。だよね、でもママはそのびっくりしなかったんだよ。その人が触れちゃって落としたのかなと思ってびっくりしなかったね、そんなに。でもその人は何もやってないのにってすごいびっくりしてたらしい。そうだから、ママが話してそんな倒れたりするんだったら、ちょっとママの方にもついてるんじゃないかと思って。そう、今が監視割りにあった時に後ろに誰かいて、で腕の中にもう完璧にいたの。だから2体いるの、だから1体飛んでったんじゃないかっていう説が出てます。そう、まずいぞ、ほんまについとる説あるから。だから、うん、うんうん、はい、お祓い行き行ってくるな、ほんまに。まずいまずい。ねえ、その今日は悪夢を見ないことを願いながら寝たいと思います。ただしかし見る予感がする。こんな毎日のように心霊体験が起きて、私は今日も悪夢見るんだきっと。でも普通に寝ますから私。はい、
みんなの夢にはあのやつに血を吸われる夢をぜひ今日は見てくださいね。ひよちゃんが寝てる時にやってきて、いや君の血を吸いに来たよ、いただきまーすカップってする夢を皆さん見てくださいね。一回しか出てきたことない。夢に一回も出てるの特別ですよ。私はなかなか夢に出てあげませんから。今日話し会ではみんながバンバイやなって言ってくれたら、もしかしてひよちゃんの眷属になってくれる方ですかって言って、そう今日は完全に作り込まれてました。だって金属募集してしまいました今日は。ヴァンパイア仕様の釣り、そのヴァンパイア仕様の釣りを覚えました今日は。そう、君の血が一番美味しかったよとか言って。危ないですね今日のひなちゃんのお話し会は。気をつけてくださいね皆さん、ヴァンパイアひなちゃんにも釣られないように。そうですよ、危ない危ないよ、持ってかれちゃう、骨の髄まで吸われてしまう。今宵もポチってしまう。おもろいな、今宵もポチってしまいますね皆さん。ポチってくるわ。再販明日まで。皆さんオンライン話し会の再販が明日まで見たいです。ポチってきましょうね今日のひなちゃんに、虜になっちゃった皆さん。カプッとされちゃいましょうね。明日の13時までいける。明日の13時までならいけるらしいですよ。ご主人様、あら眷属になったからにはご主人様の言うことは聞けますよね。聞けない子は血を全部持っていきますからね。写真集も追加しようかな。あら写真集も追加してくれるんですか。そしたら特別にご褒美あげちゃいますよ。そう、こちらにある夜
左のバナーから上を押すとアマゾンさんに飛べて、下を押すとセブンネットさんに飛べます。ご褒美あげちゃいますか。申し込んだらどうですか。あ、でももしかすると特典がついてる方がいいかもしれませんね。ひなパイ屋さんのふふ特典付きはですね、まあいろいろついてるんですけど、岩田ひな特設サイト、ファースト写真集特設サイトから申し込むとボイスメッセージだったりデザインした T シャツだったり缶バッジだったり、その他いろいろ、なんとひなパイ屋さんのサイン付きでもらえますよ。写真集にサインが入っているってすごくいいと思いませんか。ちなみにリアルで会えるイベントも受け付けておりますよ。これは明日の23時59分までです。リアルで会いたい、そこの眷属さんにはリアルイベントをおすすめします。そこでも枕カバーの特典だったりツーショット撮影もできますし、必ずアクスタなんてもらえちゃいます。そっちはしかも表紙が違うんですよ、特別限定表紙。これは買うしかありませんね。今日も皆さん眷属たちとお話をしてたんですけど、リアルイベントが当たるか心配されておりましたね。純粋でひなパン屋さんの言うことを聞く君たちならきっと当たりますよ。さーって申し込んでない悪い子はもういませんね。あら、すべて申し込みました。偉いですね。今度ご褒美あげましょう。さーてと、配信をやめようっと。変なテンションになってきたらやめようっと。金属思いだな。やばいよさん、金属思いですから、誰よりも幸せにしてあげますよ。ニヤニヤ。よーし、ランキング、ランキング13位、サムキューさん、ひのパイヤ結婚してくださいかな。違うか、結果夢は銀は無理やな、ゴールだね。新しい結果夢ですね。ひなパイヤのためにありがとうございます。中にたけさん、たけさんのことが好きなさん。ちいちぽんとさん、ヴァンパイアやーちゃん、もう可愛かったなーみたいな感じでしょ。で、ひらつぐさん、ひらつぐさんのことが好きなさん。けいざきーさん、絶対楽しい、ちょめちょめ、なんだろう、ちょめちょめな、なんだろうな。あ、ガオーに可愛すぎてやられましたか。そう、ガオーを噛んじゃうぞーって意味です。
やられちゃったか。ヒラパイヤにも恋をしてしまいましたね。ちょびちょびハートか。楽しいだよね。8位、大阪オーティシックス LLC さん。大阪オーティシックス LLC さんのことが好きだそう。7位、セットキョウタロさん、ヒラパイヤ。かわいいとか、でしょ。最高とかでしょ。吸われたいとかか、もしかして。6位、ハナちゃん、大好きなそう。キュー。5位、台湾の5さん、ニンニク食べちゃダメだよみたいな感じでしょ。ニンニク食べないようにするね。いや、インドリーさん、ひなパイヤさん、なんだろう、今宵はありがとうございますか。ありがとう、こちらこそ。またおいで。サイン、ハマッコのタクトさん。従順な、なんだろうこれ、従順になれるかな。させてあげますよ、ひなパン屋さんが特別ですよ。ねえ、おばちゃん、話しかい。よかったし、考えさせられた。あら。嬉しい。よかったなら何よりです。そして第1位が、トロロロババーン！ハテタンと坂道グループイコール生きがいさんです。ん？血を吸われ、金属になったキツネ。そう、今日キツネでコスプレしてくれて嬉しかったですよ。美味しいキツネさんでした。マクマク、あら、パチパチありがとうございます。本日もスシャギフトご覧いただくさんありがとうございました。やめてない皆さんごめんなさい。でも明日の配信では言われるかもしれませんので、まだフォローしてないよーって方はぜひぜひハートのボタンを押してフォローして、明日の配信また見に来てください。そして Twitter、Instagram、TikTok もやっておりますので、そちらのフォローもよろしくお願いします。 TikTok の方ではですね、写真集発売まで毎日カウントダウン投稿をしておりますので、ぜひぜひ今日の17日の動画を見てくださいね。今日からは新しい、まあ新しいっていうかもう見せてはいるんですけど、新しいのかどっちだ。そう、朝のひなちゃんって感じのひなちゃんです。パスマひなちゃん、今日は TikTok に載せてるのでぜひ見てください。もう見た方はね、ありがとうございます。リンクコピーとかしてくれてね、いつもみんなスクショして感想とか送ってくれて嬉しいですよ。順々な眷属たちで嬉しいですよ。では皆さん、今日も一日おつぴょんでした。オンライン話し会来てくれてありがとうね、ひなパイヤさんでした。おつぴょん。